こ床こ湖一湖と知床連山知床五湖、知床 5, 5個は北海道斜里町にある湖である。五湖とあり、一湖から五湖までの名前がついている。ただし、湿地帯にあるため融雪機には数が増える。知床百景の一つに数えられる観光地として一個を見下ろす展望台や湖をめぐる遊歩道が整備されている。知床連山や 原生林を水面に映す素晴らしい風景は、訪れる観光客の心を捉えて離さない。遊歩道では、エゾリスやエゾシカなどが観察される一方、ヒグマが目撃されることもあり、注意を要する。ヒグマの出没状況によっては、遊歩道の一部、または全部が閉鎖される場合がある。また、夜間と冬季は閉鎖される。周辺の植生は、 エゾマツやトドマツが主であるが、近年、頭数が激増した鹿の食害のため天然更新が滞り、全体的な衰退傾向が危惧されている。2011年5月10日から遊歩道の入場制限、利用者の事前レクチャーの義務付け、有料化等、利用調整地区制度が導入されている。そもそもは、無名の沼であったが、 1970年代後半から1990年代にかけて地元のエ林リン所の職員などが積極的な歩道の整備に乗り出したところ各となる観光地がなかったシレトコ半島の名所としてたちまち脚光を浴びることとなった一個近くの高架木道トコ五湖周辺の空中写真1978年撮影 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。知床5個は山間部であり、ヒグマの生息地の中にあるため、遊歩道付近ではヒグマが頻繁に出没する。一方で観光客が増加するにつれ、遊歩道周辺の踏み荒らしや食べ歩き等自然環境への悪影響や、 事故の危険性が懸念されるようになった。2004年には遊歩道に出没したヒグマに観光客がフラッシュを浴びせる事件が発生した。前述の通り、ヒグマが遊歩道周辺に出没した場合には遊歩道が閉鎖されるが、春から夏にかけては閉鎖の頻度が高く安定した利用ができない状況ともなっており、有識者の中では 遊歩道の閉鎖期間の設定についても、意見の相違が表面化しており、自然保護と観光を、いかに共存させていくかが問題となっている。こうした状況を踏まえ、安全で環境負荷の少ない利用を図るため、ヒグマ対策のための電気策を設けた、高架木道、展望台を整備し、観光客は、主にそちらを利用してもらうこととする一方で、従来の五胡をめぐる、 遊歩道については、2011年度から、入場人数制限、レクチャーの義務付け、有料化等を導入された。2011年5月10日より導入された、入域制限制度。入域期限は、ヒグマとの遭遇確率が高くなる5月10日から7月末までの、ヒグマ活動期と、植物育成の保護を名目とした開園から5月9日まで。 8月1日から10月20日までの植生保護期に実施。ヒグマ活動期は1日最大300人までとし、ガイドツアー申し込み及びガイド動向が入域条件。植生保護期は1日3000人までとし、ガイド不要だが大人250円、12歳、未満100円の立ち入り使用料を支払う。知床五個の入り口にあたる駐車場の一角には、 レストハウスがあり、コケモモを使ったソフトクリームなどが名物となっている。また、熊よけの鈴などの貸し出しも行っている。ありがとうございます。